リンジー伯爵は、イギリスの貴族、伯爵、イングランド貴族。第14代ウィロビード・アーズビー男爵、ロバート・バーティーが1626年に除されたことに、始まって以来、バーティー家が保持する爵位。1938年以降は、アビンドン伯爵と継承権者を一にする。式部教職を1625年から1779年にかけて世襲した。 その歴史的経緯から、アンケスティーブン公爵についても触れる。初代博ロバート・バーティーバーティー家の貴族として歴史は、その祖、リチャード・バーティーが古いイングランド貴族であるウィロビードアーツビー男爵家出身の霊嬢キャサリン・ウィロビーと結婚したことに遡る。キャサリンが没すると、男爵位は、夫妻の息子ペレグリンが継承した。ペレグリンの子である、 ロバート・バーティーは海軍教を務めた定身で、父から男爵位を継承した後、1626年にリンジー伯爵に少女した。彼は、式部教を世襲するオックスフォード伯爵、ドビアー家の女系子孫であったことから、第18代オックスフォード伯ヘンリー・ドビアーの死去に伴って同職を世襲する権利を得た。彼は、新教徒革命においては、騎士党派に組みした後、 1642年にエッジヒルの戦いで戦死したため、シャク位は息子のモンタギューが相続した。二大伯モンタギューは父同様に騎士党派として行動し、ニューベリーの戦いやネイズビーの戦いに参加している。また、彼が五歳ブリジットレートの間に設けた子ジェームズは後にアビンドン伯爵に除されている。初代公ロバート・バーティ二大伯の孫にあたる四大伯。 ロバートは、ランカスター公領賞を務めたほか、アンジョー法業後には、ジョージ一世がイギリスに到着するまで、摂政官の一員に任ぜられている。彼は1706年12月21日に、リンジー公爵に、登る釈した後、1715年7月26日には、アンケスティーブン公爵に除せられて、以降5代にわたって、公爵家として存続することとなる。なお、 両社区位は共に、グレートブリテン貴族社区位であった。しかし、彼のひ孫にあたる四代行ロバートが死死なく、溶接すると、ウィロビーとアーズビー団社区位は、妹プリシラとジョージアナとの間で優劣がつかず、停止状態となったほか、式部教職に関しては、姉妹の子孫が英国君主の代替わりごとに交代して接収する、最低が下っている。一方で、 公爵位や公爵位及び白爵位は、おじのブラウンローに相続された。その後大公、ブラウンローも、また男子なく没すると、アンケスティーブン公爵及び、リンジー公爵は廃絶したものの、リンジー白爵位のみは、当園のアルベマールに継承された。旧大伯アルベマール、バーティー蔵書表に描かれた、アンケスティーブン公爵家紋章。現在の紋章とは異なる。 旧大伯アルベマールは、就職前に、スタンフォード選挙区選出の庶民委員議員を務めたほか、1814年以降その島で、ブラックネス城代を務めた。なお、彼から十一大伯にかけての伯爵家長男は、儀礼称号として、バーティー教を用いたほか、十二大伯までの歴代当主は、アイルランド貴族社位の可憐主爵の潜在的な継承権者であった。 九大伯アルベマールの後は、長男のジョージが釈囲を襲っている。十大伯ジョージは、ノんだクれか狂人のどちらかと評された人物だったが、彼には、子がなかったため釈囲は、弟のモンタギューに継承された。十一大伯の子である十二大伯モンタギューが1938年に、男子なく没すると、二大伯の五歳の子孫にまで、遡って、 アビンドン伯爵家当主であったモンタギュー、タウンリー・バーティーが爵位を継いだため、以降の伯爵家当主は、アビンドン伯爵を兼ねることとなった。その後を継いだ14代伯リチャードが、リンジー伯爵及び、アビンドン伯爵バーティーや元当主である。伯爵位に対するモットーは、勇気は、波状土よりも強し。元当主である、第14代、リンジー伯爵リチャード・ヘンリー・ルパート・バーティーは、 以下の位を有する。法定推定相続人は、現当主の息子である、ノリス男爵ヘンリー・マーク・ウィロビー・バーティー。法定推定相続人の法定推定相続人は、ノリス教の息子である、ウィロビー・ヘンリー・コンスタンティン・セント・モール・バーティー閣下。1938年はあくまで法令上の解釈であって、実際に継承したことが認められたのは1951年。 キャサリン・ウィロビーは、初代サフォーク公爵、チャールズ・ブランドンの3番目の妻だったが、1545年に、夫と死別した後、1553年に、リチャード・バーティーと結婚した。エリザベス2世即位以降は、妹の子孫にあたるチャムリー公爵家が式部教を務めている。九大博から十二大博にかけては、博爵位以外に奉仕する爵位がなかったため、仮名を用いた。 バーティー教を儀礼称号とした。同時代を生きた風刺画家、ジョージ・クルックシャンクが小説家、チャールズ・ディケンズに送った手紙の中で、クルックシャンクの妻が重大白を、飲んだくれか狂人のどちらかと評したと触れている。ありがとうございます。